皆さんこんにちは。2022年開催された役者オーディションレプロエンタテインメント30周年企画主役オーディションで約5000人の応募者の中から合格し、芸能界入った黒崎功大さん、壮絶すぎる生い立ちと俳優になったきっかけに一同驚愕。今日は黒崎功大さんのことについて紹介します。まずは黒崎功大さんの経歴とプロフィールから紹介します。黒崎功大は日本の俳優、兵庫県三田市出身、レプロエンタテインメント所属、現在21歳、趣味が映画鑑賞とのことですが、映画を見て脚本を書き起こすのも好きなんだそう。将来脚本を書いたりする可能性も秘めているのではないでしょうか。デビューのきっかけは2022年レプロエンタテインメント30周年企画主役オーディションで合格したことをきっかけに芸能活動を開始しています。応募者数およそ5000人の中から選ばれています。まだデビューして間もない本当に新人俳優さんなんです。今回の六郎役としては300人以上参加した応募者の中から選ばれています。とんでもなくトントン拍子ですよね。オーディションの決め手について、オーディションというとしっかりキャラクターを作ってやるぞという方が多い中、黒崎くんはあまりにもキュアで二十歳でしたが、磨けば光る逸材だとみんなが感じていました。六郎は非常に大事な役なので慎重に選びましたが、天性の素朴感が決め手になりましたと言われていました。オーディションという緊張感あふれる場で素朴感を出せるのはすごいことだと思います。黒崎さんの魅力だと思います。まだ経歴の浅い黒崎さん、他の出演作品としては2023年7月23日公開映画テンストーリーズ、2023年11月3日公開映画さよならホヤマン、阿部茂役があります。テレビドラマは今回のブギウギがデビュー作となるようです。北摂三田高校出身の黒崎功大さんが放送中の NHK 連続テレビ小説ブギウギで俳優デビューした。亀すきでおっとりとした主人公の弟花田六郎役をみずみずしい感性で演じている。このほど母校を訪れた際に少年時代の思い出や俳優になるまでの道のりなどを聞いた。黒崎さんの父親は米国で映像関係の仕事をしていた時期があり、自宅には洋画の DVD や映画関係の本が溢れていた。小さい頃から映画が身近で、初めて見たのはスターウォーズ、王道の SF 映画に衝撃を受け、自身が生まれる前の作品も含めて数多くの洋画に触れてきた。親にも隠してきた趣味があるという。好きな作品の俳優の演技をして遊ぶことだ。服装も似せて鏡の前で表情やセリフを真似俳優になりきる。小学生の時から10年以上続けてきた。人生最高の映画ララランドは繰り返し真似ています。エマストーンも真似ます。北摂三田高校に進むとその趣味に相棒ができた。同級生の友人は脚本を書くことも好きで、高校3年間は映像制作にのめり込んだ。文化祭ではクラスメートら十数人を巻き込んで20分ほどのサスペンスドラマを制作。発表会では最優秀賞を受賞した。映画に関わって生きていきたい。高校生活の間に心は決まっていた。大学は映像関係の著作権を学ぼうと法学部に進学、 CG などの勉強も独学で進めた。ある時インスタグラムを眺めていると、芸能事務所レプロエンタテインメント役者オーディションが目に留まった。合格者への特典は1年間の演技の勉強だった。当時考えていた進路は映画の作り手側だったが、演者の思いも知りたいと応募した。オーディション自体に8回のワークショップがある点も魅力的だったという。演技のワークショップってめっちゃお金がかかるんです。それが無料で受けられる。最初はむしろワークショップ目当てでした。約5000人が応募したオーディションの最終選考に合格したと連絡が来たのは、横浜で友人と遊んで帰りのバスを待っている時だった。手が震えて今まで出したことのないような声が出たことだけ覚えています。すぐに両親に電話した。父も初めて聞くような大きな声で喜んでくれ、母は少し心配していた。昨年5月、
事務所による演技の勉強が始まった。同時並行で映画やドラマのオーディションを受けた。事務所に入って初めて受けた映画さよならホヤマンのオーディションで主人公の弟阿部茂役を勝ち取った。黒崎さんの映画デビュー作となった。黒崎さんが演じたのは生まれつき障害のある青年。障害がある人っぽく演じるのだけは絶対にやめよう、なぜそういう動きになるのかを追求しようと心に決めて臨んだ。昨年10月の現場入り前には自閉症の作家東田直樹さんの本自閉症の僕が飛び跳ねる理由や登場人物やストーリーに共通点のある映画ギルバート・グレープなどでイメージを膨らませた。朝ドラ出演もオーディションで決まった。出演が決まってからは朝ドラを少しでも勉強しようと舞い上がれやランマンを見て研究。最初の現場入りは死ぬほど緊張したと振り返る。六郎を演じる上では自分の性格も活かしたという。六郎はバカ、アホだと言われているが、バカだと思って演じるのは違うと考え、六郎はただピュアなんだと考えるようにした。自分もピュアだとよく言われるし、好奇心の強さも演技に活かした。さらに、六郎は亀が好きでいつも亀と一緒にいるから、亀っぽく首が出ているような姿勢を意識した、といたずらっぽく笑う。現場では監督から緊張しないで自分の思うようにやっていいよと声をかけてもらったり、出演者らとご飯を食べに行ったり、すぐに馴染むことができたという主人公。鈴子役の朱里さんはとにかく優しく、六ちゃんが六ちゃんでよかったと言ってもらった時は最高でした。今年10月、黒崎さんは母校や小さい頃からよく訪れていたウッディタウンの映画館など市内約20カ所を訪れ、ブギウギとさよならホヤマンを PR した。北摂三田高校では担任の先生だった木南凛太郎教諭と久しぶりに再会した。二人は1年生の時の面談ではアナウンサーになりたいと言っていたなどと思い出話に花を咲かせた。サインを送られた木南教諭は、黒崎からサインをもらう日が来るとは思わなかったと照れ笑い、学校にサインが飾られると聞いた黒崎さんも嬉しいと飛び上がって喜んだ。ふとしたきっかけで応募したオーディションから1年半余りで朝ドラや映画への出演を果たした黒崎さん、トントン拍子でどんどん進んでいくのが怖かったりもしますと謙虚に話す一方、これからの役者人生を冷静に見つめる。綺麗な顔でもスタイルがめっちゃ良いわけでもない、自分にしかできないオリジナルを作り隙間を見つけていきたい。撮影を振り返り、演じる茂の役の設定に引っ張られすぎたことを反省する黒崎さん。撮影前のリハーサルの途中で茂ではなく騒がい者を演じてしまっていることに気づいたんですと話す。茂は自分を騒がい者とは思っていない、なぜか人と同じことができない男。これでは茂の葛藤が伝わらないと思ったので、自分自身どうすればいいのか曖昧な状態でわざと現場に入って迷いながら撮影の日々を過ごすことで茂の葛藤が出ればいいなって思いながら演じてみました。黒崎さんにとって初めての映画の現場、当然自身の演技は決して納得がいくものではなかったとのことだが、完成した作品を見て何を感じたのだろうか。もともと映画の世界に憧れがあったので、エンドロールで自分の名前が出た時は感激してうるっときました。長年の夢が叶った瞬間で恥ずかしさはなかったです。放送中のブギウギではマイペースな性格で動物好き、家族思いな六郎を好演。同役は300人以上の応募があったオーディションで射止めた。実は六郎はブギウギの脚本家足立新さんの思い入れの強い役だとか、足立さんとは2回ほどお会いしたことはあって、そういった話を聞いてそれでさらに緊張してしまって、でもありがたい話ですし、さらに頑張ろうとなりました。六郎は好奇心旺盛なのですが対象の範囲が極端。僕は台本を読んですぐ六郎を好きになったので、見ていただいた方にも六郎を好きになってもらいたい、そうなるようにストーリーに沿って演じることができたらと思いました。10月31日放送の第22回では自身の出生の秘密を知った姉鈴子を
六郎が優しく抱きしめるシーンでの黒崎さんのナチュラルな演技が話題になったが、今後俳優として目指す場所はどんなところなのだろうか。細かいことを言えば内面がにじみ出てくるようなリアクションのできる俳優になれたらなと思っています。あとは独自の路線というか、まだないジャンルを作れるような、うまく隙間を見つけてその道の一番を走っていくような役者になりたいです。ラブストーリーでもコメディーでも後から出てくる方々が黒崎功大っぽいよねと言われるような存在になるのが理想です。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。